今日の作戦は心折れないように頑張る作戦改めて見るとちょっと田中プレデターみたいな髪になってるじゃないですか。プレデターみたいな髪、プレデター意識したか。来年来るコーンのジョナサン・デイビスみたいになってます。一日お願いします。よろしくお願いします。あ、背中に熱を感じる。ミニガメが泳いでる。おしゃ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 。おいおい。貴重な一匹入らない叩いた。あ、久しぶりに釣った。スモラバ、ハイラバ。どうす、ライトなスモラバとかしっかり。でも1メートル以内、ちょっと小型でしっかり食わせていく。なんだろう、ネコリグとか全然ダメで、スモラバのそういう感じには反応してくれたってのは、なんだかんだ夜風ビュービュー吹いて若干冷えたは冷えたでしょうからね。あ、この背中に当たる太陽のあったかさはいけてる感じしますけど、なんか一回今風が息継ぎしてますね。あー、でもそんな話してたな。方向ぐるぐる変わって吹いたり止まったりな感じじゃねえかみたいな、昨日ちょうど他の船長と話してたんだけど、これか。中古で買ったこの5,000円のとかでだいぶ満足しちゃってるんで、これすっげえ釣れるんです。調子もバッチリだし、これ売ってないですね。まあそうですね。ああ。なんか特化型というか。はい。
おしゃ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 、ちょっと待ってくださいね、レンちゃんレンちゃん、おでかい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 、顔はやしたすいません、俺だちょっとこっちの力が入んなくてすいません、いいなぁ、ちょっと三沢一個コンフィデンスですね、今の早めにで、原さんのスーパー大好きカバーがあるし、ね、30後半ありそうでしたね、あーすいません、やっちまったピーナッツです、え、うん、それをちょっと丁寧に、あとギルっぽいのとかブルフラットとか、うろうろバスがいるっていうのは一ついいヒントですね、うん、はい、はいはいはい、なんか狙い方変えてちゃんとやっていかないと、ちゃんとやる、なんかチーンって感じ、何すればいいんだろう、スティーブ、スティーブ、はい、おれおれおれ、スティーブスピナーベイト、これがいいらしいんですよ、はい、ちょっと風も吹いてるし、またビーブルですかってなっちゃうね悲観的な、すいません悲観的な感じ、スティーブ以外でも、あ違う、それ以外でも釣るよっていうところ表現したいわけです、
しょ、来た。マジとー。ふふふふふ。バラしたくない。よっしゃー。やっと一匹目。はい、釣れましたー。ジニアスプロジェクトのね、プラスブレードとスティーズスピナーベイトの組み合わせで釣りました。で、なんでかっちゅうと、ここすごい、減衰した時見たんですけど、立ち木がめちゃくちゃいっぱい入っていて、あ、こいつまず逃がします。立ち木が入ってるんで、普通のスピナーベイトだと結構根がかっちゃうかなってことで、こんな感じで下側をこのブレードが小田をかわしてくれて、いい感じで誘ってくれるんじゃないかなっていうことで、おっ、珍しく大和スティーズとタトゥーラエリートの組み合わせ、リールはなんとシマノですね。はい、じゃあ引き続き頑張ってみます。あー、よかった。もう丸ポーズかと思いました。魚のレンジとかな、はい、この感じの釣れ方だったら、なんか40-50のスクールと偶然当たれば、サイズもさっきの原さんのちょっといいサイズだったし、俺がひよったせいですいませんでした。いや、マジこれの刺さったのが超トラウマになってて、この継ぎ目のところすげえなんか気にしながらさばいてたら、なんか変な感じになっちゃう。この濁りですから、このプラスブレードのきらめき 1.5 倍で釣れたんですよ、原さん。はい、みたいな顔で見ないでください。このスナップも使えるんですよ、これがある。いいですよ。なんつうか、巻くん、根がかり嫌だから巻き続けるんですけど、気持ち斜めに沈めながら巻く感じですかね。なんかこのたるみの分ちょっと落とし込みながら巻いてって、小田に多分コンタクトした瞬間に食い上げた感じだと思うんですけど、そういう感じじゃない。なんといってもプラスブレードで根がかりが避けれてるんで、じゃあはいはいみたいな顔で、はいはいみたいな顔で見ないでもらう。そうなんですよ。こう結構小田の入り方もとんでもない入り方だから、なんかそれはこれトズラーで最初使った時に、上流のあの本当落ち葉とかも拾わなくなるんで、あ、これ便利だなと思って最近やってるんですけど、ちょっと丁寧なワーム部門は原さんにお願いしつつ、とりあえずボスじゃなくなったんで巻き切れる感じがし、あ、でもジグストはやるか。LZ、そうなんですけどね、ちょっと俺最近トップにひよってる。月曜日トズラで徹底的にやられて、ああよかった、俺マジ今日丸坊主だと思った。なんか中途半端でいい、そこでなんかよっしゃ
サイズアップ。サイズアップ。よいしょ。はい、プラスブレードのスティーズスピナーベイトレンちゃん、ちょっとねサイズも上がってくれましたよ。ね、綺麗な三島バス。結構三島久しぶりなんで、でスティーズスピナーベイトはあのフッ素加工のいい針がついてるから、トレーラーフックとかつけないでもコンコンっていい感じでかかってくれますね。じゃあまずこいつは逃がして、でさっきと引き続きなんですけど、まあ、この下のブレードがガードしてくれて、あそこにものすごい立ち木が、ガビガビの立ち木があるんですけど、これで根がからないようにして上をこの小田というか立ち木にぶつけながら、平打たせながら引いてきたら下からガーって食い上げてきてくれる感じです。続きタトゥーラエリートにテールスピナーベイトで、軽かったコンクエスト DC に、ちょっと風が強いんで DC ブレーキでできるだけバックラッシュしないようにやってみております。じゃあ引き続き頑張ります。はい、というわけでね、帰ってきました。久しぶりに行ってきた三島港なんですけども、ちょうどこの夏から秋に切り替わっていくタイミングっていうことで、入れ食いっていう感じよりはちょっとほんとね、魚が散ってるって感じで、カバーやってみたりギル系やってみたりね、いろいろチャレンジしたんですけども、俺はねそんなに釣ることができなかったなっていうことで、ただ釣果王国のところ見てると大きなサイズも出てますし、全域にわたってほんといろんな釣り方でね、ポロポロ釣る人はね、もちろん10匹に近い数とかもね上げていますので、いよいよですね秋のシーズンに突入していくのかなっていう感じなんですけども、今回の動画ではですね、このスピナーベイトね、スティーズのスピナーベイト最近お気に入りで使っているんですけども、これをまず使ってみたよっていうところと、あとねポイントとしてはこれね、ちょっと袋入りのもあるんですけど、ジーニアスプロジェクトのプラスブレード、このねチューニングパーツ、これの組み合わせで使ってみたところね、結構ねほんと具合よく釣りが進められましたっていうところで、まあこのスピナーベイトにこう装着して、でスナップをつけて引いてくるって、まあこれだけのことなんですけどね。でちょっとね、前トズラッパラの動画とかで上げた時は100円のスピナーベイトとか使いつつ、なんだかあんまりよく分かんないで使っていたんですけども、ここ最近スピナーベイトの釣りも練習しようなんて言ってね、でこれがないバージョンとかあるバージョンとか、あとはトレーラーフックつけたりとか、いろいろね改めてスピナーベイトね使ってみているんですけども、今回に関してはね、ほんとねこのプラスブレードね、これがねすごいいいなっていう場面があって、改めてなんですけども、普段夏の時期とかジグストとか針をねがっつりと隠し込んだライトテキサスリグ、そういったので狙っている小田立ち木ですね。でまあ主にね三島湖なんかだとすごい立ち木があったりして、あとはね前回の台風でその崩落がね新しくいっぱい起きたりしていて、今までなかったようなその枝とか葉っぱとかがついたような、そういった水中のね障害物が非常に多くなっているんですね。で最初ねこれなしでね結構釣り投げて見ていたんですけども、表面サラサラサラってね、確かに根がからない、ね、でトレーラーフックもつけていないバージョンでやって、でもねたまにやっぱりね根がかったり枝拾ってきたりとか、ルアーを取りに行く回数がね、そのいい感じの障害物に当たってうまいこと避けてはいるんだけど、この横倒しになった時にちょっとこうね、どうしても枝を拾っちゃったりして、でそれボートで上に行ってこう取りに行って、これ面倒だななんて思って、そこでこのプラスブレードってつけることによって、まあ、スナップの使用ができるようになるよっていうところと、あとはこの下側に2本のワイヤーが張り出すことによって、その障害物回避性能がアップするよ
ね、これを思い出して、あ、そうだそうだ、で、濁りもね、まだ取れないで残っているので、キラキラした方が釣れるんじゃないかなとか、まあ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 、いろいろ考えてですね、これつけてみようってね、ボックスに入っていたんで、こうつけてやってみたんですね。したところ、まあね、ほんとね、根がからないから、このつけてない時に打っていたところより、さらにこうちょっとその水中の立ち木とかにこうすりつけてすりつけて負けるようになったんですね。普段はそのライトテキサスとかでゴリンゴリンとかジグストとかでゴッ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 ってこすりつけながらガンってね、バイトを得てるような、まあそういうのも投げたんですけど、なんかね、本当ギルが浮いてなかったのか、そういったギル系ワームにはね、全くいいタイミングで入れてるんですけど、反応しなかったんで、もうリアクションでスピナーベイトでもギラ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 ガボって食わせようっていうのと、よりタイトにすりつけるためにこのプラスブレードをプラスしたところ、パンパンとね、結構短い時間で、連チャンしてくれたね。で、今まで従来やってる自分のイメージよりも、もう一段こう枝にこすりつけられるようになったな、なんていうのがあってですね、あ、改めてですね、これ使いやすいな、なんて思って、はい、ご紹介でございます。で、先日ね、青木プロにも聞いたんですけども、あと、これ釣り具屋さんで並んでないんですけどっていうね、コメントなんかもあったんですけども、基本的にはですね、その最寄りの釣り具屋さんでも、各問屋さんとかにもね、在庫はあるよってね、あとジーニアスプロジェクトの方でまだまだ在庫あるよ、なんていう風に言ってたので、注文すればね、入荷してくれるんじゃないかな、なんていう風に言っていたので、まあ、そんなね、チューニングパーツなんで何個も何個もね、いらないかもしれないんですけども、結構ね、最近ね、濁っていて、もうちょっとアピール追加したいなとか、あと濁ってるからこそちょっと障害物見えづらいんで、より根掛かり回避性能若干上げたいな、なんていう時にですね、この小さなパーツ結構効いてくるんじゃないかな、ね。で、これをつけたからってね、フッキングが悪くなるとか、そういうことはなんか今のところないかな。つけたらつけたでも、なんかより釣れるようになっちゃうメリットの方が多いかなっていう風に感じております。まあ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 、そんな感じでですね、久しぶりの三島湖を楽しんできたんですけども、いよいよね、巻物シーズンの、秋に突入するっていうことで、このスピナーベイト以外にもね、ちょっとしたワーム、スイムジグのね、ちょっとアピール力アップとかね、あとは青木プロはなんかこれ巻物にもね、くっつけたりしてね、ただ巻きするような巻物とか、それでアピール力アップとかね、なんかいろいろやってるみたいなんで、自分の方でもですね、こういうのにつけたら面白いんじゃないかな、なんていうのね、あったらご紹介していければと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、最近お気に入りのスティーズスピナーベイトで釣れたよっていうのと、それにチューニングパーツジーニアスプロジェクトのプラスブレード、これをつけたら快適に釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。